ボンジュール、マドモス。おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。なんだ、誰、どこにいるの。お召し物は俺様セレクションでコーディネートさせていただいた。感謝しろ。こんな秘書、マネージャーからは何も聞いてません。恥ずかしい。そうか、私は結構好きだな。まだ状況が飲み込めてませんが、とにかくククリさんを探しましょう。まったく、ナコルルに出会ってからこっち退屈しなくていいよ。そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この写真像は
力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。力が散漫になっていましたよ。皆さん本当に変わったお召し物で、ククリさんの趣味なのでしょうか。全身砂まみれじゃないか。うわ、気持ち悪い。ふんふんふんいらっしゃい。やい
こんな時にケンスーがいてくれれば。開始、レディーゴー。ファイファー、まだまだ、じゃあ助けを使う。ダラーケンボー。そろそろクライマックスか。ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトさせエクスージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け叫べ震え上がれオープンミューゼック。お前はおとなしく砂遊びでもしてりゃいいんだ。
悪事を働く奴は誇りにかけて私が許さない。アテナも許しません。ボッセイ。レディー勝負。ああ。はい。セクシーだ。エクストラ。はあ。ダイボール。はい。はい。ダイボール。負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドバーミュージック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 。Yeah.